チョスの中です。今回はアーガスを使ってドミネーションやっていきたいと思います。さあ行くぜ。このアーガスでこのマップ完璧でしょ。さあブラボーに先に入ったもん勝ちだから。これは危ね危ね。スナイパーからの一撃を、いや嘘でしょ。いやーそうきたか。その残されたセムテックスでやられるっていうね。今回でも C4 持ってきたから、おおやば、待って、あー間に合わなかった。そう、まあアルファはいいんだ。アルファはもう基本的なもので、B が取られてるじゃないの。ちょっと許されませんよ。ほらはすごいなんかあれだな、あそこの攻防が忙しい。あ、2人いたのか。くそー、ちょっとあれだったな、1人かと思ってた。よしよし、ブラボー取ったし、裏取り、あーこれ来てるね。ここでちょっとね問題があるんですけど、何が問題かっていうと、これあれなんですよね、ショットガンでやってる。おおほい、ここに速攻敵が来た時 UAV じゃねえや、 C4 爆破できるように。よし、でも取れたぞ普通に。よかったよかった。なんかいるん？ここでなんか銃声、ええここで銃声、なんか銃声があれ、ここでなんかここなんかいんの。やべ、これ BBB やばい人、やばそう。あばねえ、あぶねえ。おお、ちょ待って待って待って、いたいやーそこか。ちょっと待って、 B、 くそー、ライトニングストライクでちょっとどうにかしてくれ。1、どういうこっちやねん。ちょっと待てよ、ここになんかいるのかな。行って、謎の多いあそこの赤点何だったんだろう、まあ、とりあえずリードはしてるから B をさっさと取り返して、ちょっとリードを取り戻しましょう。こう来るんじゃね、来ないか。オッケー。さーて、あやば、スモーク感覚で投げちった。オッケー。なんだ、ほらなんか違う、変なとこで赤点が出てる。あれなんだろう、謎なんだけど。待って、 VMP 持って、この人じゃないよね。はちょっと待って、どういうことこれ。何これ待って、何あれ、え、ちょっと待って、これ見えないんだけど。はあ、ちょっと待てよ、おいグリッチ野郎がいいんじゃねえか。ちょっと待って、グリッチあれ。私はこんな時のために昨日の装備は残っている。くそ、こういう時に限って、あでもサモラ生きてるか。待ってグリッチあれ、嘘でしょ。一切映らないんだけど。嘘でしょ。いやグリッチではないでしょあれは、そう信じたいんだが。あーグリッチだー。ちょっと待って、これクソ野郎じゃねえか。おいちょっと待てよ、こんな嘘でしょ。待って、あそこ撃つか。ちょっとグリッチ野郎がいる。あ無理だ、これ貫通もしない。うーわ、グリッチがいるんだけど。ちょっと待って、これやばい。どうやればあれ殺せるんだろう。ちょっと待って、最強セムテックス当てるか。あーマジかよー、グリッチかよー。じゃあチャーリー取るしかないじゃん。いやチャーリー別にそんなに必要でもないかもしんない。落ち着くんだ。あれちょっと待ってよ、どうしよう。なんかランチャーでいけるかもしれないから、これでいこう。あーグリッチが出てきたぞこれ、やばいな。ちょ待って、あそこでしょ。いやーグリッチ、ちょっと待って、あのグリッチマジで鬱陶しい。どうしよう、どうすればいいか、皆さん知恵をお貸しくださいって。いやマジであれはちょっと害悪すぎるでしょ。なんでこの後に及んでグリッチなど出てくるんだよ。うわ何も聞かねえし、
マジか、ランチャー効かねえのか。だったらあそこにどうしよう、どうすればいいのかって言ったら、あそこの四角から戦うしかないですよね。こことか。マジか、そんなことってありかよ。さあ来い。こっちから普通にジャンプしてきたな。オッケーオッケー。敵もびっくりな、裏取りタイム。そして私のここで。でもこっから来たな、みんな。どうしよう。とりあえず。あーこれきつい。とりあえずこれはやばいな。待て、グリッチ野郎がいる。しかもやっぱり安定の外人だ。うーわー、ちょっと待って、これはまさかのグリッチ。なんかこれなんだっけ、どこだっけ、あのスプラッシュ思い出すね。あの新マップの紫色のあのタコがいる海賊船のステージ。待って、グリッチ野郎、ちょっと待って、懲らしめたいな。これはちょっと私はゴーストのガリルになることを否わない。ちょっと待って、意図はないぞ。ちょっと待って、これはね、みんなグリッチ野郎がいるから、さっさとあいつグリッチ野郎としてるやつをぶっ殺そう。絶対ここ来るから、 100% ここ来るよ。ここの中に入ってたから、ここに飛んでくるに決まってる。敵が取っとんのかい。ナイス、グリッチ野郎が。でもマジか、レイス、あれか。とりあえず撃っといたけどさ、撃ったけど敵のグリッチ野郎がなんかいないんだよな。うわマジか、こんなんでやられると思わなかった。待って、みんな対空しないとやばいよ。これでとりあえず対空はしといて、ヘイターも破壊して、おーいいですね。ちょっと待てーよー、まあ、ヘイターさっさと破壊したのはいいかなと思うけど、やばいな、敵パワーコアとかなんか出てるし。これちょっと敵がどっちから来るかわからんから、とりあえず取った。ちょっと待って、ナイスナイス。また敵のレイスかよ。いやー、味方やられてんのか、そこで。これどんまい、嘘でしょ。待て、これクソ外人、クソ悔しい。あいつグリッチ使ってマザーシップ出しやがった。これはちょっと待って、ちょきついんだがこれ。あー、中はケルベロスにほじくられるし、ここでほら、とりあえずこれでやるしかない。ブラボー取った。あー、倒しきれなかったか。どこだよどこ狙いゃいいんだよ、あれは。これで撃っちゃいいのか。ノールックで当てれるわ。どんだけケルベロス来てんだよ。おかしいだろ、これ。おかしい。おい、まあ敵がグリッチ使ってマザーシップ乗ってるのはまあ分かってるんだけど、それはさておいて、ちょっとこれ潰そう。これいいぞ。マジかよ。待って、 B は味方さんに任せようかな。 A 取るか。いや A よりも B、 いやーもう B も A もクソもねえわこれ。ケルベロスもぶっ壊さんとやばい。とりあえずケルベロスぶっ壊して、よし、とりあえずなんかケアパケボコボコ。うわ、またマザーシップ出してんのかよ。おかしくねえかおかしくねえかあれ。ちょっと待ってよ、こっち側から飛んでくるか。とりあえずリスキルできるところはリスキルして。お前か、違うな、全然違う人が出してた普通にマザーシップ出してたな。マザーシップに、ちょっとなあ、あれができたらいいんだけど。ケルベロス破壊してくれねえか、あれどうにかエルストで破壊できたらよかったんだけど。
このこれおい、グリッチ野郎、ふざけんなよ、これ。神聖なコールオブデューティーを怪我しやがって。神聖なコールオブ、またいるよ、あのグリッチポジションに。ちょっと待って。マザーシップはさておいて。なんで、まあ、マザーシップはまあさておいてだよ。もう、やだ、これ。ちょっと待って。グリッチが横行してるのはマジで、いかんでしょう。グリッチはマジであかんでしょ、あれは。いやーもう、ちょっとこれひどい、ひどい。しかも41キル0ですって、どうなのこれ。ちょっと待って、これはね、間違いなくこいつをチーターとして通報する私は義務がありますね。チーターじゃないけど、グリッチやってる。てか、グリッチなんのかよ、ここで。なんか、アップデート来てからグリッチがなんか今見つかったんですけど。これは、やばい。これはやばい。ちょっと、舐め腐ってるね。いやー、マジかよ。ちょっと、せっかく BO3 平和になってたというのに、グリッチが、実は、グリッチ野郎ですね。間違いなく。ちょっと待って、これでしょ？プレイヤーを通報。はい。これは、チート行為ですね。多分、これで OK だと思います。グリッチパーティー、グリッチの片割れですね、これは。ここだー、ここだー。分かったぞ、ここか。こっから入ってんだ、あの中に。くそ、分かったぞ。通りで自分がなんかおかしい場所にいると思ったよ。全然来ないんだもん、あんなとこいても。こんなね、 あいつが見張ってるんだ。見張り役か、お前。違うな。全然違うな。ここにまた来るんじゃない。ほら、来てる。グリッチ野郎がいるじゃねえかよ、お前。そんなことしねえとマザーシップ出せねえのか。おいおいおい、そんなこと、おいおいおいだよ、ほんとに。あー、2人目いけなかった。なるほどね。ちょっと待って、これ場所が分かったよ。場所が分かったら何をするかっつったら、あそこにひたすら行くしかないでしょ。俺はおいおいおいだよ、おいおいおい。ちょっと待って、このね、ガリルにしよう。ガリル、ゴーストガリルにしよう。これの方がバレない。この方がバレない。KN の方が正直打ち勝ちやすいけど、これの方がバレない。これはおい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 ですよ、本当に。あいつグリッチすんぞ、おいおいおいですよ、本当に。やべやべ。あー、ちょっと、よし、いいぞ。ここから参る。ここで、お前はグリッチし放題だな、おい。ほんとに、おいおいおいだな、おいおいおい。ほんとバカの一つ覚えみたいに来るな、ここに。どんだけグリッチに生きがいをかけてんだよ。だな。はい。君、サーマルのあれで当てられないフレンズなのかな。おい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 。ちょっと待て。あいつを倒すだけで、私は。味方もあっちでちょっと張るようになったな。多少は。これパーティーのやつだな。ナイス。素晴らしい。だってこっち側から敵が来るから、多分また来るよ、ここ。はい、残念でした。待って、ここに。危な。これどうなんだろう。まあ別に、ブラボー取れてるからいっちゃいいんだけどよ。これは。来るな。来るぞ、おいおいおい。オッケー、危ねえぞ、おいおいおい。よしよしよし。プロフェットダウン。あいつ入ったかな、わかんないけど。でも一応 B 取れてるからね。なんかこう、ここで、自分も自分で、ここで、なんか。嘘でしょ？出ーたー！ちょっと待って。あいつ許さねえ。
残念だったな。君だけでもやろうか。私はさあここの、C のここだからここら辺に落としとくか。あれ君じゃない、なんだ君じゃないのか。君じゃなかったら正直誰が来ても同じなんだが。ここにいるな。待って、これはでもあいつ一人がやれなかったらだいぶ大きいから、ここで。はい、オッケー。とりあえずここでリスキルしましょう。おい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 、大丈夫か。こんなガリル程度にやられてちゃやべ。あーマジかよ、タイミング悪い。5点か。待ってやつは入れてねえぞ。というか1人マジで12キル。あーこいつ入ってたのか。やっぱりちょっと待って、これは速攻あっちに行く必要がありますね。どうしよう。あーもうこいつでも成功率低かったからワンチャンやれそう。どこから侵入するか分かったらもうあそこに行くだけですからね。敵もなんかあれだよね、ラップス。あやっべ、あやっべ、敵のラップスはちょっと、ラップスは破壊した。あー、まあ、とりあえずこっちの、お、ナイスナイス、味方さん素晴らしい、ラップス出してくれてる。待てよ、任せろ。とりあえずここは任せたまえ。やつもねそんなぶっちゃけすごいエイムがうまいわけじゃないから、これはいける。危な、どうしよう。ここにいようかな。うわこれはね第2戦に期待していただきたい。セントリーガン、自分のセントリーガンの方向になんか敵のやつがいるんだけど、待てよ、もうなんか表示がおかしいぞこれ。これしかもパワーコアあん中に置いてんのか。いやもう大体どこからどこから入るか分かったから、これはねあれですね、対策できますね。あ逃げた、くっそあいつら逃げたか。というわけで皆さんちょっと気をつけてください。あの場所に行くとまあ一応対策として倒せるので、うん、ぜひ皆さんブリーチの時はなんか変なことするプレイヤーがいたらあそこをちょっと疑ってみてください。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。この動画が面白かったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それでは次回もかかってこーい。